よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。ちょっと、寝ぼけてるの？私の家の庭に決まってるじゃない。しっかりしてよね、まったく。って、嘘。もしかして、本当に分かってないの？ソン君ってば、どうしちゃったわけ？頭を打ったの？熱はない？自分が孫悟空だってことは分かるのよね。あんたに決まってるじゃない。っていうか、何なのよその変な口調は。ほら、これが証拠よ。鏡で自分の顔を見てみなさい。鏡を見た反応からすると、あんた、本当に孫君じゃないの？でも、見た目は間違いなく孫君だし、もしかして、記憶喪失？ああ、もう、どうしたらいいのよ。今はそれどころじゃないのに。ここにいたか。誰よ、この大変な時に。あ、あんたはまさか16号。ねえ、セルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに？もしかしてドラゴンボールで生き返ったの？16号まで復活したなんて、一体何が起きているっていうの？ちょっと黙ってないで、何とか言いなさいよ。セルに壊されて故障した時、直してあげた恩を忘れたの？それは俺ではない、別の16号だ。え？孫悟空にリンクしているものに、孫悟空の体ごと一緒に来てもらうぞ。抵抗するというなら。力ずくでも連れていく。孫君、状況はよくわかんないけど、さっさと16号をやっつけちゃってよ。って、まさか戦い方も忘れちゃってるんじゃ。その肉体は孫悟空のもの。強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。安心しろ。殺すわけにはいかないからな。危ない！お前の才能は本物のようだ。ならば、こちらも手は抜かない。
リンクして間もないというのになかなかやるな。こんにちはブルマさん、ご馳走をいただけると聞いて伺ったのですが。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽど美味しいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間じゃないようだが。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしているのだ。また会おう。行っちゃった。何がどうなってるわけ。ふん、さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ。僕の目はごまかせないぞ。え、どういうこと。この人は孫君じゃないっていうの。おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？そんなことって。ちょっとあんた、孫君の体から出ていきなさいよ。あんたに乗っ取られているほど孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし。というわけで、悟空さんの体の中にいるあなた、あなたですよ。まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか。あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。あれ？おめえ誰だ？それにここどこだ？変だな、体が動かねえ。おら、どうしちまったんだ。なあ、おめえなんか知らねえか。もしわかんなら教えてくれ。おめえがおらの体に入ってるって。それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。
波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか？鈍いな。鈍いとは何よ、失礼ね。普通の人間はわからないわよ。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりごちそうを食べさせる代わりにこの波動について教えろというのかと。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふーん、ふーんじゃないでしょ、地球のピンチなのよ。せっかく来たんだからあいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早くおいしい食べ物を出せ。つまり助けてくれないのね。とはいえこの波動についてはいささか気になりますね。おや、悟空さんの気が少し増えたみたいですよ。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか？自力で体を動かすことはできますか？それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど、目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。悟空さんから返答がないところを見るとやはり自力では動けないようですね。あれ、オラの声ウシさんに聞こえてねえか？ウィッシュさんの声は聞こえんだけどな、困っちまったな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった、そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでビルス様とウィスさんは大丈夫なわけ？決まってるだろ、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあこの謎の波動を何とかしない限り悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って、今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。この状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ムルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか？急にそんなこと言われても。
そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって。それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるのでは。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ、おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まあ、あんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで私たちに協力してね。よろしく。お帰りなさい。いきなり孫君にそっくりなやつと戦って混乱したでしょ。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし、孫君の中にいるあんたも頑張ってよね。そうそう、孫君にとってもあんたにとっても朗報があるの。例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。これで波動の影響で閉じ込められた孫君の意識が表に出てこられるはず。簡単に言えばいつもの孫君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい、ん？ほら、急に出てこれるようになったぞ。
やったわ、成功ね。でもダメだ、体が重てえし全然力が入らねえ。やっぱ全然力が出ねえ。この状態じゃ戦うのは無理みてえだ。中和装置はまだ完璧じゃないから力までは取り戻せないみたいね。よくわかんねえけどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえんか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールは今は石になってるでしょ。あ、そっか、すっかり忘れてたぞ。ああ、忘れてたって、孫君らしいわね。それじゃあ、孫君の体の中にいる誰かさん、とにかく今の状況だと、あんたには孫君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。よし、それじゃあ16号を捜索しつつ、みんなを助けに行くわよ。だいぶ弱ってっけんど、誰かの木を見つけたぞ。この木はクリリンだ。早速助けに行くぞ。
リルを狙ってる。早く助けねえと。悟空じゃないか。お、気がついたみてえだな。よかったな、クリリー。あれ、ここはどこだ。ブルマさんの飛行機。確かクローンが現れた原因を探っていたら急にめまいがして。ダメだ、そこから先は思い出せない。もしかして悟空が助けてくれたのか。ヒヒ、まだ。そっか、いつもありがとな。なんて言って、どなたってやべえときはいつもクリリンから全然もらってったろ。悟空、さすがの俺もちょっと傷つくぜ。ところで、全く覚えてないんだけど、俺は誰にやられたんだ。クリリン、よく聞いてね。今、いろいろと大変なことになってるの。というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて、嬉しいけど、俺たちの敵ってっていうのが。よし、他のみんなも助けてやりたいし、16号の真意も知りたい。俺も一緒に戦うぜな、悟空。ああ、もちろんだ。ちょっと待った、今のあんたたちはろくに力も出せないでしょ。あっちゃー、すっかり忘れてたな。修行すりゃ少しはマシになりそうだけど、オラも一人じゃまともに叩けねえし。え、それじゃあ俺は戦えないってことなんですか。思いつく方法はあるけど、孫君の中にいる人の協力がいるのよね。というわけで、あんた孫君からクリリンに移動することはできない。悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですか。いいから、二人とも試しに目を閉じてみて。さあ、そしてリンクしているあんた、クリリンの中に移動して。オラの中からいなくなっちまったぞ。うわっ、俺の中に知らないやつが。やった、リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うことができるわね。なあ、
じゃあクリリンが戦ってる間オラ何にもできねえっていうことか。リンクできる人は一人だもの、当然そうなるわね。でも仲間が増えるのよ、ソン君の負担だって減るじゃない。確かに悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもんな。まっか、もともとオラが自分で戦ってたわけじゃねえし、自分で戦えるようになるまで精神修行っちゅうやつをすりゃいいしな。あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人ともこれからもよろしくね。